うい、うい。いや、なんかね、スタンディングデスク買いましたわ。なんか重心が怖いんだよ。グラグラしてるから、おい、グラグラ。いや、不謹慎なんだよ。でも、グラグラって言ったら、不謹慎っていうね。でも、不謹慎って思ってることが一番の不謹慎だったりするんですけど。あとね、なんだこれ。変なマシンも買ったわ。痩せたいから。あの、踏み踏み機。絶対飽きるけど、ルームランナーってめちゃくちゃ高いの。だからルームランナーの方が絶対いいけど、絶対続くけど、いや、絶対なんてことはないかな。ルームランナーの方が普通にめちゃくちゃきついんだよ。これ。きつすぎる。あ、やばい。なんか姿勢が。なんか変な像みたい。行くぞ、みんな。うい。うい。ういはい、どうもー、はじまきょうしろでーす。ということでね、あの、ドゥッドゥッドゥドゥルドゥルドゥルドゥドゥ、あ、やばいな。これで雑談していければね。いや、靴がね、うわ、グラッときた。ないのよ。俺が、あのね、2年くらい引きこもって、そっから修学旅行行ったとき、修学旅行行くためだけに買った靴。はね、めちゃくちゃ重くて硬い。重型靴なんですが。あ、疲れた。今の変な動きで、なんでスプラトゥーンのさ、あれなんだろう、ロビー画面の BGM が流れるんだろうね。あ、疲れた。もう汗だらだら。エアコンすごい見えてる。いや、これからはね、こう立ってできるわけ。疲れた。あ、疲れた。疲れた。すごく疲れた。あー、疲れた。あー、汗もびっしょびしょ。あ、そんな汚くなかった。あー、疲れたー。冷房どれくらいかな、今。お、25マックス。ほら、24だ。追撃だよ。はい、ということでね。疲れた。なんかさ、いや、もう、なんだろうな。あの、天然水飲みすぎて、うちのなんか浄水水みたいな飲めなくなっちゃった。どうしてくれんのって話。まあ、別にね、するかしないが。まあ、してるけど。ああ。やっぱ、あれやりながらやんのむずいな。これ断念だな。いや、なんかね、やりづらいこれ。文句言っちゃったけど。こう動かなきゃいけないの。普通だったらこうじゃん。こんな。おい、おい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 みたいな感じじゃん。なんかこうなのよ。天秤なの、あいつは。だから、やりづれんすわ。あと、靴ね。靴はいつも外で履く用のね、めちゃ軽靴。うん。これからの俺のね、パソコンライフとか言ってね、グラッと地震来てパソコン死ぬっていうね。そういうやつなんで、ちょっと悔しいよね。それでやられても。まあ、これからは雑談がしやすくなったと、パッとできるようになったと。まあ、外のガキンチョの声もちょっとカーテンを、その俺の使わなくなったギターの後ろにやっとこう、一応。これ俺は、使わなくなったギターなんです、これ、実は、ね。あの、俺が普通に、あの、手入れのやり方を間違えて、あの、勘でやったら多分絶対壊れてると思うんですけど。久々よの、皆さん。あ、全然喋るもんね。ジュースがさ、なんかコーラしかないんだけど、コーラ俺好きなんだけど、コーラ飲みすぎて嫌いになっちゃったわけね。っていうのは違うんすよ。俺コーラ好きなんだけど、なんかね、なんつうんだろうな。コーラ飲んだら死ぬじゃん、人って飲みすぎたらさ。コーラを水みたいに飲んでたら死ぬじゃん、人って。あの、目つぶってんの、目つぶらせてください。
なんとなく今疲れてるからちょっと変な感じしなきゃいけないんですよね。あ、目つぶってっか分かんねえか。常時ウィンク状態でさ、これから赤眼雑談してっからさ、いい赤眼があってんのか知らねえけど、うん、だから目つぶね、こっちもすごいね、釣り上がっちゃってるって。いや、こうするとね、ちょっと雑談しやすいな。うん、ちょっとキャラが流行るじゃん、変な雑談しやすいなみたいな。あー、久しぶりに大きな声出してよかった。で、ちょっと雑談の環境は良くなったかな。はあ、疲れた。いやー、組み立てんのめんどくさかった。あー、そんな感じ。まあ、これからはね、今ね、僕弁をね、見ようと。僕たちは勉強ができないこと、略して僕弁をね、見ようと思ったんですが、まあ別に、いや、雑談しようって思って。やっぱもう YouTube つまんねえからさ、俺がまたちょっと面白い動画上げていかなきゃいけねえ。もうこれはね、義務なんですよ。面白い人間の力持つ者の義務、面白いものの義務っていうかね、やっぱつまんねえじゃん、もうさ。ねえ、加藤純一さんはさ、面白いけど俺野球興味ないからさ、うん、いやー、そうね、加藤純一さんのために野球は勉強できない。だけど、いつか野球と巡り合う機会が来て、興味出たら面白くなる。その時まで待つ。その時まで時にね、身を任せて、うん、やりますが、鼻がすごいな。汗めっちゃかいた。あいつうぜ。あいつね。全然雑談できないからな。こんなになっちゃうよ、みんな。ねえ。あー、何飲もうかな。めっちゃ喉カラカラなんだけど、うちの水がまずいわけ。どうしよっかな。まあ、ウーロン茶飲むわ。ウーロン茶飲みます。ウーロン茶取ってくるを。ウーロン茶取ってきます。来ますよ。来ちゃうんです。ウーロン茶が。わざとうるさくしてみようかな。いやーい。最近自分の動画解説して思ったこと、やっぱそのちょっと不真面目に喋ると、もうお母さん帰ってくる時間に喋ってくからね。うん、すごい揺れる。まあいっか。あとパソコンで撮るのそろそろやめようかな。うん、だからドロップボックスをね、月額登録したくないけど、だってこれ以上お金払いたくないからさ。あれ、口ちっちゃくなった。すごい口ちっちゃい人になった。これ以上お金払いたくない、月額で。なんかよくわかんないさ、絵師のなんかね、応援とかしてるけどさ、あれめっちゃコスパ悪いよね、よくよく考えたら。でもさ、なんか腹立つんだよな。電子じゃないじゃん、本になってその来るじゃん。で、本しか売ってないの、あの人。なんか電子通販みたいな、電子でやってない、通販しかやってなくて、それきちいなって思ってさ。うん、で、まあ、なんかさ、エロと金絡めるとすごい虚しくなるのね。うん。嫌だなってなっちゃう。なんか全部、ああって。これに金かけてんのかみたいな。まあ、応援なんですけど、目的は。俺はね、あんま赤裸々に喋ると嫌な人になるけど、まあ、しょうがない。俺ってやっぱ、なんだかんだお母さん俺のこと優しいって言っても、普通にね、ニートしてる部分でね、優しいっていうのはちょっと違うと思うし。
俺あんまいい人じゃないんですよね。いい人だったりいい人じゃなかったりっていうね、やっぱそういうもんが人間ですから、全部どこからどこまで果てしなくいい人ってことはないんですよ。はい、腹減ったな、お腹すいた。じゃあ何喋るか。いやー、立って喋るといいね。なんかここ上がるかな。おお、上がったな。小学生っていうかさ、ガキのテンションだよね。だから俺はいつまでもガキなんだろうね。そのガキのテンションじゃんって突っ込むっていうのはさ、ガキのテンション、なんか今の突っ込み最悪だな。ちょっともう吐きたいな今。俺が言ったことっていうのをなくしてもらえないかな。そういうテンション、小学生の乗り換えみたいなのあるじゃないですか。そうなんだよね。うん。俺はいつまでもガキっていうわけじゃないんですよ。いつまでもガキっていい風じゃなくて、やっぱ現在進行っていうか、まだガキじゃん、全然俺は。だからガキのテンションでいいんですよね。まあ、それを一人やってんのはちょっと怖いですけど。うん。いや、もう腰も痛くなってきてね。だけどパソコンしたいわけよ。パソコンもしたいし、スイッチもしたいし。スイッチ修理出すわ。ジョイコン3つね。3つ出すけど、多分3つ出したら4個持ってるんですよ。4個持ってるうちの、この家に残していった修理出してない方は絶対なんか交渉するよね。でも意外にジョイコンの修理って安く設定されてるからさ。で、俺修理したからね。一応言ったけど。8000円分修理して、また同じ症状になって帰ってきましたから。ふざけんだよってなりますけど、だから俺のジョイコン買ったのがだいぶ初期の型番なんですよ。うん、ちょっとやっちったなっていう、そんな感じ。いや、真面目に雑談してるのがやっぱ一番面白いから俺はさ。あ、眠、ね、まあお腹空いてるからさ、今日は何しよっかな、何しよっかなって話するとさ、個人情報出たら怖いんだよな。一応俺の部屋に個人情報あるかな。あ、ちょっと個人情報あったな。わ、めちゃくちゃ個人情報あるじゃねえか。ちょっとね、あの、納品書みたいな、なんか。納品書っていうか、普通に物、あの、頼んだ時のついてくる紙みたいなのがあったんでね。今のメガネの反射で撮られてたらやばいな。いや、極物さんにさ、メガネの反射いいですって言われてるからってずっとやるのはね、ちょっと違うと思いますけど。いや、でもメガネの反射恐ろしいですよ。多分メガネの反射がこれから脅威になってくると思う。あと、このなんか間取りでね、特定されても困るよね。うん。ねえ。頭痛いな。水飲もう。あ、水ないんだ。ああ。買おっかな。あ、お金ないんだった。俺お金ないんだ。いや、本当にないわけじゃないんですよ。別にね。ねえ、まあ、賢く計算すりゃ、それはあるんですけど、賢くないんで、わしら、バカなんで。あの、やっぱ、お金ないってことはないんですよ。しっかりと計算していけばね。あるんですけど、あの、適当にやりすぎちゃったらお金ないんですよ。適当にお金計算したらな、あ、お金ないなって、なくなってるわけないけどね。これからなくなるものなんだよ。うん。何言ってんすかね。口の中、あわあわ。あー、なんかあれだな。もう、めんどくせえ。いや、勢いで自殺する人の前のセリフじゃん。あー、もうめんどくせえ。プシーンって。ペシーンっていうね、擬音はあってのか知りませんけど。知りませんけど。まあ、ペシーンはね、ちょっとね。めんどくさいなっていうのは口癖になっちゃいけないよ、みんな。俺みたいになっちゃうから。めんどくさいって言いすぎちゃってさ、俺、動画も撮れなくなっちゃった気がする。やば。やばたやばぞ。うわぁ、すごいよ、もう、なんか、アニメとかでやる、この、すごい強いやつの攻撃で、ズボーンって穴が開くくらいのダメージだよ。ほら、ここら辺がさ、縁が黒くなってさ、ちょっと血がたらポタポタってなってるくらいの攻撃だよ。まあ、自傷行為だよね、つまんないこと言うっていう。そういう独特の考え方。俺、つまんないこと言うのはリスカですから、やっぱ自分という存在の価値を乏しめるっていうか、下げる。そんな俺の価値なんてね、っていうけど、面白の価値ね。俺の面白人間との価値はどんどん下がってってるんで。下がってってるって言ったら、うーんってなっちゃうんですけど、メンタルが。泣いてしまう。メンタルが泣くんだ。うん。あー、喉乾いた。あー。イロハス飲みて。あー、下白いな。悪口言ってこうかな。なんか、総龍さんって人いるけどね。まあまあ、俺は、でも文句言うのはやめた。だってさ、なんか、あの、浅いところにいる奴らが文句言ったらさ、あの、揚げ足取られてめちゃくちゃ叩かれるじゃん。
だからなんだろうな、え、ジャンプし、ふいふいってやんなきゃいけないんだよな。で、浅瀬にずっといるからさ、浅瀬の情報でいるからさ、危ないって避けなきゃいけない、そいつらの攻撃から。避けられないんですが、そんな奴らが。で、蒼龍さんのなんかね、ツイートがなんか自己啓発っぽいツイートっていうか、まあ、自己啓発じゃないんだけど、言い方がトゲトゲしてるもんばっか見て、やっぱ俺言い方トゲトゲしてるやつ見るとね、すごい気持ち悪いなって思っちゃって。俺も言い方トゲトゲしてますけどね、気持ち悪いって。で、俺普通に、ツイッターフォロー解除したんで、やめよ、危ねえって思って、フォローは別に解除してないかもしれないけど、ミュートしたかな。なんか精神衛生上良くないなって思ってね。あとグッズが全然売れねえって思ったけど、今ね、うーゲップした、ゲップしたってさ、うう、コーラばっか飲んでるからね。で、俺さ、動画で平国と何事って思うんですよね。昨日見たけど、びっくりした。俺が平国言っててさ、なんだこいつって思ってさ、あの平国は音がびっくりして、すごい音するんですよね、俺の平。あ、でも今兵出すと絶対身が出るからやめとこう。絶対ってものはね、たまに世の中にあるんだ。はい、します、今します。あ、足痛。あー、おならって臭いから嫌だよな、すごい。あ、ツイッター見ちゃダメなんだ。ツイッター見るとそのダメな絵ばっか来ちゃってね、あのメガネの反射でやられるんだよ、 YouTube の規約に違反して。あ、へ、臭っ。あ、臭いって思う前に臭いと思っとく。なんか嗅ごうとしてる努力があるね。でも嫌だな、おなら。そのなんか、俺はリスクヘッジがうまいので、もう100発100中平行でも身は出ないんですよね。はい。俺、へのリスクヘッジ、プロですから。って言ったら、ね、すぐ次のへとかでビギーみたいにね、音立てて身が出るんですよね。フラグですよ。な、本当にそういうもん、フラグとかあんま言ってくれないじゃん。キモいじゃん、フラグって言葉。でも本当にあるんだよね、そういう言葉っていう、その、逆張りオタクなんだね、世の中は。逆張りオタクって。逆張りオタクって何？何逆張りオタクって。あ、喋ること全然ねえわ。機械買ったよ。機械買ってて、高い、なんか、高いっていうのは、なんか、ものの、なんつうんだろうね。高い机買ったっつったらさ、このお金の方が高いって俺はどうしても聞かれちゃうんですよ。常にね、お金欲しいなと思ってる人間なんで。だからみんなお金欲しいなって常に持ってるわけじゃないですか。じゃあ、高い机だとって。ガキの分際でみたいに来る人がいるわけじゃないですか。ちょっとなんかキャラつけると寒いからやめよう。これ後々見ると、うぅ、面白いけどきついなって。やっぱ俺がやったらめちゃくちゃ面白いんですけど。呪文ですよね。俺がやったらめちゃくちゃ面白いんですけどって。大きな声で喋る。いや、今日、まあ、そんなことはね。まあ、何言うとしてんだっけ。あの、高さが高いって表現するとき、なんて言えばいいんだろうな。なんだろうな。まあ、高い机。まあ、身長が高い机でいいや。全長が高い机。ああ、まあ、難しいことわかんねえ。お母さん帰ってきたかな。お母さん帰ってきたかな、チェック。今日マック食いて、さすがに。俺全然断食するわけとかじゃなくて、別にやっぱご飯しっかり食べなきゃいけないんですけど、ご飯作るのめんどくさくてね。ね。デブの猫店っていうね。猫店はご飯作るのめんどくさくて、すごい痩せたんですけどね。全然痩せません。めんどくさくても。まあ、親が帰ってくるんでね。本当の一人暮らしだったら俺は、どれくらい細くなるかな。どれくらい細くなるんだろうね。最後の寝てろくらい。最後の寝てろって細いとかじゃないじゃん。あれは。怖いじゃん。みたいなさ。人間の底なしの悪意よみたいな感じ。こと言い残して死んでるからさ。腕とか足とかないから。いや、あれ痩せてるじゃないよね。別に。あの顔すごいよ。ああいう変顔できる人ね。いや、それさ、そのネタラの死に際の顔、変顔っていうの、失礼だよね、普通に。すごい顔してるよね、あれね。すごい、なんとも言えない顔してるな。苦笑いなのかな、これは。口角かかってあげると疲れんで。唐突にこういうポーズしちゃいけないよね。口角を、
こうやってあげると疲れるんすよ。で疲れるけど、やっぱ口角上げてた方がなんか幸せは寄ってくるっていうかさ、笑ってる方がいいじゃん。あのその疲れないギリギリの口角上げると苦笑いになっちゃうんですよね。こうやって笑い方が下手とかじゃなくて、もうこうグニーってやるの疲れるんですよ。だからその疲れないギリギリの口角を上げてるんですよ。そうするとね、疲れないし幸せも笑ってるから幸せが入ってくるって、ちょっとスピリチュアルですね。はい自分でやってるのに自分はそういうスピリチュアル嫌いなんだね。じゃあやるなよ。やりますけどね、やっぱ笑ってた方がいいですよ。でドゥーンってすごい重い石って言って、ガーンでかくて重い石って言ってね、死んだら元も子もないですけどね。俺が即死のイメージってそれしかないね。すごくでかく重い石がズーンってくるっていうそれしか俺即死のイメージないんで、ズーンで喉やった。まあそれです、俺の即死のイメージをみんなを伝えておきました黒くてでかくて重い石どしですからね こういう飲み方やめた方がいいなどうやって飲むの甘っ、コカ・コーラ甘っ、甘すぎんな、甘すげえ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 な、あいよ、あいよ、気持ちいいです。久しぶりに雑談するけど、やっぱ立って喋る雑談はいいね。うん、でもさ、立って喋るときいつもなんかこことかにね、いちいちあのパソコンがさ、まあいつもまあ今この状態でさ、ここにあんのね。で、ここにあんのをさ、まあこう、まあ、ギュイーンってやるじゃん。ギュイーンをギュイーンってやるの、こっちにして。あ、脇見えちゃう。俺の汚い脇が。あんま脇見せたくないんでね。脇見せたら俺のグッズ全部買ってください。脇見たらね、見たなって言ってね。見ているな、貴様って言って。いや、そこでさ、中途半端なさ、パワーの、なんだろうな、声パワーとか、その姿勢とか、そういう精神の、なんだろうな、精神のパワーっていうか、意気込みみたいななさでさ、アニメでネタ使うと、やっぱ、キモいし、寒いよね。うん、俺の持論が。あとさ、最近ほんとキモいなって思ってるのさ、月30万でどちゃらこちゃら。もうこれ以上入れたくないですよ。わかんない人はわかんなくていいけど、まあ、あんですよ。沖縄じゃね。うん、大阪の広告か、なんかわかんねえ。大阪って俺は間違えてるところ、もしくは合ってるところの広告になんかさ、ジジイが考えたやつばっか書いてやるらしくて、それに怒ってる人がツイッターにいっぱいいるから、もうキモくて、全員。もうキモいじゃん、そんなの。キモいものに反応してるキモい人たちって、キモキモの掛け算でさ、ツイッターに流れてくるから、全身や、この野郎って。殺してる途中です。あ、殺してないですよ。殺してないですよ。はぁ、あ、これね、誤解されて俺が通報されてね、めんどくさいことにね、巻き込まれても困るんで。ね、これ、保守的なことにはすごい口が回るって。うん、いやいや、殺してないですけどね。表現でもないですよ、別に。これはね、本当に、ミス、ごめん。すごい恐れてる。恐れている、俺は警察を。ね。そういう自覚あるんでしょうね。悲しいね。いや、犯罪してないよ。犯罪してないけどね。捕まっちゃうよ。犯罪してないけど捕まっちゃったよ。捕まってないよ。こういうのが誤解でさ、ね、伝わってくんだよ。なんだ。まあそういうね、キモいで、やっぱツイッターってキモいのよ。俺ツイッターの可愛い絵描いてる人以外見ないですから、俺。うん、全員見ないです、漫画家とか。で、でもさ、やっぱ絵師って言い方悪いんだけどさ、絵師の人ってその、面白いものを見分ける、力みたいなのないじゃん。てかさ、ツイッターのよくあるユーモアみたいなのじゃん。そいつは全員キモいじゃん、やっぱツイッター俺大嫌いなんで。でもツイッターっていうのはそういうツールとしてね、なんかね、やってるんですけど、ピクシブをね、金払ってるんですよ今、プレミアムで。なんかネットの広告がさ、あんまり剥がせないってめっちゃムカつかない？ネットの広告はあんまり剥がせませんがみたいなこと言ってくるのすごくない？はって、えっ、ちょっとえっってなるよね。すごくない？何そのやり方って思ったら、普通になんかいいね押したら広告出てきて、いいね、一番大事じゃんって思って。なんでって。ちょっとびっくりしちゃった。やり方に。こすって思って。汚いこいつ、キモって思っちゃって。もう今、スマホでしか見てないですけど。いや、超面白いね。いや、
であのてペパソコン版ではね、あのそんなにここが消せませんがみたいな、何々何々ってちょっ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 てなるじゃん。それは面白いね。それ意味が分からない本当に。あー、まあツイッターキモいんでね。やっぱねツイッターなんかね、やって初めて分かるキモさがあるよ。俺ツイッターやっぱね嫌いなんですよ。ツイッター見てる人いっぱいいるだろうけどね。なんか俺はツイッター嫌いなんで、なんか尖ってるとかじゃなくて嫌じゃんツイッターのあれ。イラつくたびに、あでもなんかまあまあメガネ外すわ。メガネなんかこの網膜の反射で来られても困るけどさ。ちょっとNGな。大丈夫だよね反射で。ダジーダだよね。おいどうよ。あなんか反射してねえよなこれ。ちょっと待って。あ反射してるわ。よく見たら全然反射してた。めちゃくちゃ反射してた。俺の頭がめっきり見える。こうやって見なきゃいけないから、こうやって見るわ。ツイッターでね、あのキモいツイートが来たら俺はツイッター見るのやめます。 RTA ね。急ぎませんけどね別に。なあ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 、お出たね出たね。ヘイ柔道。あー、ね、ツイッターの悪いユーモア、いや見るのやめようかな。ちょっと精神が良くなくなってきた。あーやめよう、見るのやめた。あー出た。ビーガンツイート出てきた。なんでそんなみんなビーガン嫌いなんだろうね。もう俺ビーガンなんかあれでしょ、東京とかでさ、あのなんかで見たことあるんだけどさ、なんかすごいね血まみれの牛たちを出してね、おおらーってどやこれーみたいな、お前ら食ってんのこうだよ海藻だろみたいなこと言ってるから嫌いみたいな。でも、まあ、それ叩いてる人も十分キモいですけどね。いやこれマジに受け取られちゃうけど、やっぱそういうのやっぱツイッターの、まあ、出てきたな。なんかよくわかんない。あとちょっと難しいの、ほんと腹立ったのなんか哲学野郎、哲学野郎聞くと俺ってバカだからさ、ネガティブに捉えちゃうわけよ。アホだしバカだしさ。でもなんか何も解決してこないじゃんそういうやつら、哲学野郎って。うん、何もいいこと教えてくれないからね。カスですあいつは全員。うん、哲学野郎ってね、ほんの一部ですよ。ほんのクソみたいなやつは回ってきた一部なんでね。それで全員っていうのは本当にバカなんだよなって思われてるかもしれないけどね。いや、ツイッターなんてキモいやつらしかいねえよ。102% キモい。うん。いやー、ツイッター見ない方がいい。胸焼けする。面白いツイートだけを厳選するつもりが、厳選失敗して、なんかね、やっちまいました。まあということでね、うーわー痛っ。なんかできもんいってできてめちゃくちゃ痛いな。雑談すごいないね。環境変わった音。あれなんで俺冷房消したんだっけ。寒いからか。いて。マリオですやるわ。座ってた時と何も変わんないって。立ってマリオです。ペペペレペペレペペペペレペペレペペペペレペペレペペ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 ペ
スーパーマリオ 3D ワールドじゃん。いて。E3 でスーパーマリオギャラクシー3出ねえかな。あ、電波人間早く発売しろよ。ダメだよ。そういう言葉使っちゃいけない。いや、電波人間ね、なんかさ、なんかスタミナ性っていうのは別に良くないよね、あれ。別にって言いそうになったけど、あれってやっぱさ、ソシャゲの害の一つじゃん。ああいうので俺はストレス生んでるけど、まあ、別にスタミナがなくてもやるかっていうとさ、やるよ。スタミナなかったらいっぱいやるのにさ、やっぱ頭回んないんだろうな、作ってるやつらって。やっぱ別に電波人間好きじゃないやつが作ってるのか。なんでああやって電波人間をさ、怪我すことをするんだろうね。なんか電波人間2あたりから課金制度って始まらなかったっけ ?3 からだっけ ?3 から確実に課金制度あった気がするけど、でな、電波人間フリーってやってさ、なんかね、その作品の格を落としてるっていうのはいけないよね。俺は本当になんかね、電波人間つまんないなって。で、電波人間の良さみたいのをやっぱ、あ、本当に電波人間好きじゃないやつが作ってんだなって言い方悪いけどさ。電波人間フリーは超面白いけど、俺はそういうなんか、いやでもなんかアップデートしてどんどん面白くなってる感じはするけどね。なんか違うよな。やっぱちゃんと製品版として出してほしい。すごいなんか開発費がいるから稼いでるんだったら全然いいんだけど、あ、これで電波人間は4とかでなんか、あの結構しっかりとしたのを出さないんだったらちょっと違うなと思うけど、まあ確かに進歩ってものはないですよね。別に4作ったところで。うん。だ、早くフリーになんかさ、スタミナ、なんだろうな。スタミナ解除みたいのをさ、1000円くらいで売ってくれれば、俺やるのにね。あれ面白くて好きだからさ、でもなんか、あとなんか世代っていうのも俺ちょっとあんま好きじゃなくて、あれ世代っていつから出たっけ？俺はあれでなんかね、成長を妨害されてる気がするんですよ。あれでなんか、いや強いのは課金しないともらえませんけどね、みたいな感じでさ、フリーまではギリなんか、良かったんだけど、スマホになってから本当にソシャゲになり下がったって、やっぱソシャゲって別に面白くないと思ってるから、でもキャラゲーは面白いのはちょっとよくわかんない。俺ワンピース好きだからさ、ワンピースのトレジャークルーズやってるよ。パズドラとかなんかモンストとかやってんのは、なあ、あれも楽しいのかな、みんな。あれが。いや、人が、自分のわからないものを楽しいのかなっていうのは違うと思うけど、まあ課金したら楽しいよ、ソシャゲは。絶対楽しいと思うよ。それは嘘だけどさ。で、俺はやっぱりその、こういう据え置きゲームの面白さになんか、シェアは確かに、なんだろうな、それは取られてるのは当然なんだけど、面白さで言ったら絶対こっちなんだよね。絶対金でさ、最初に買った方が面白いからさ。で、電波人間はバカみたいにさ、2連続でそういうさ、無料ゲーム出しやがってさ、こういうなんか格を下げてるっていうかさ、やっぱ、電波人間の価値に気づいてないっていうか。まあでもな、電波人間のファンの人って結構な、海外の人多いっぽくて。それはまあ、英語わかりませんもんなーって。いや、わかるよ、みんな。そう、賢い人は。俺はわからんけど。あ、膝痛くなってきた、立ってると。痛くなるんだね、膝って。ちょっと膝曲げよう。膝痛くなってきた。30分俺立ちっぱなしなんだ。それは痛くなるわ。やめといた方がいいよね。でも絶対腰は痛くならないからな。うん、でも膝痛いな。痩せたら膝痛くなくなるよな。膝めっちゃ痛いんだけど、どうしよう。雑談せずにマリオデッセイずっと言ってね、やべえな。
おうまくいかないと叫ぶってダメだよね。やめよこの癖。いや本当にそういう癖だと思ってるけど、なんかね叫びたくなってしまうんですよ。俺も人間じゃねえ、獣だ。ああわしゃ獣じゃ。けどね、喋るもんねえな。あめっちゃ膝痛い。あめっちゃ膝痛い。これなんかずっと痛い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 ってるよね、動画で。本当に日記になってるよね。めっちゃ痛いな。ちょっと、ああこの部屋は怖いな。さっき身が出てしまうかもしれないって言った時、はいセーフ。でもなんか俺の部屋全部身出てんじゃないかな、実は身が。思ったけど全部出てる説あるよな。なんかもうなんかね、俺はへする時絶対に身を出してるけど、身を出してることに気づいてないから俺は身を出してないってずっと思い続けてるのかもね。だから実はもう身は出てると、ずっとずっと出てるけど、身を出るっていう部屋をこき始めてから俺はずっとちょっとずつ身をこいていく経験しかしてないから、部屋をこくイコール身も出る経験しか出なくて、だから部屋をこくってここでしょっていう感覚と人の部屋の感覚が全然違くて、だから俺は全然身なんで出たことないけどみたいに振る舞ってるけど、常に身を出し続けてるってことか。やばいな。そういうことだったのか。悲しいね。また一つ真実っていうかね、正解にたどり着いてしまった。あまあ知らないことが幸せの方が、知らないことの方が幸せってことはやっぱありました。今現在俺は常にちょっとずつ身を出し続けていって出たので、屁をするとき身を出す感覚っていうのを、屁をこき始めてからずっと同じだったって。ああ悲しいな。うん、本当にそうかもしれないしね。本当にそうかもしれない。ああ喉乾いたな。水飲みたいけど、うちの水まずいんだよな。ウーロン茶飲もうと思ったら、俺がなんかやったら水、あのウーロン茶一杯に水 1.5 リットルの2日前のよくわかんないオリジナル水みたいなの出てきて、ちょっと萎えたしな。ウーロン茶飲むの、あとウーロン茶美味しくないんだよな、そんなに。でキリンレモンは冷やしてない、そもそも。水飲もう。あコーラの中に水入れて、これ俺ペットボトルに水入れるの、なんかね、あの水飲むの俺めちゃくちゃ下手なんですよ。水飲むとツーってここから出てちゃうんですよ。ガキですよ俺、本当にもう幼児対抗しすぎてる。気をつけなければいけない。痛ぇ。なんか唐突に左親指の付け根根根くらいのところが痛くなった。なんつうんだよな、あのこのね、ここら辺一瞬だけ見せるって。あー何しようかな。腹すいたらマック食いてえな。ケンタポテトも食いてえ。いやー話すことねえわマジで。いや課金したいなって話なんだろうな。もう水たまりボンドもなんか俺見なくなってきた。まあ後で見るけどね、別に。なんかね、あのゲーム紹介するとき俺もう見ないようにする。別にゲームどうでもいいからさ、マリオですって実況するならさいいけど、水たまりボンドってゲーム実況あんままだしてないからさ、そう考えるとその伸びしろもあるって考えたらやばくない？別にまあやる手もあったけど、俺たちはやらないかなって思ったってだけだしね。
そういうのは違うなって思ってやってるだけだし。マインクラフトやってみたけどちょっと違ったなと。単純に時間がないからね。うん、あの人たち多分ね、わかんないけど、俺はその人たちじゃないし、その人たちの周辺の人じゃないからわかりませんけどね、でも多分時間ないじゃん、あの人たち。お腹すいた、何食べよう。ないつもなんかお母さん来るまで飯、俺はお母さん来るまで我慢しちゃうっていう生活を続けてしまってね、なんかね、うわ、こんなことはしないだろ。いや、エロい絵、めちゃくちゃエロい絵見るとめちゃくちゃ面白いね、あれね。そんな面白いことあるっていう、そのさ、やっぱ面白いじゃん、あの突き抜けた本気でエロやってると本気のエロってのが伝わってきた時めちゃくちゃ面白いじゃん、あれあと自分にフィットしなかったからね、なんか面白のツボに行っちゃうんだろう、ね、おもろって、おいやおい、失礼とかじゃないんだよ、俺が面白いと思ってんだからいいんだよな、別に失礼ってなんだよ、ふざけんなよ、うん、ボン吠えるってなんだよ、人じゃないじゃんそれ、それちゃんと言葉を使ってさ、そう言わなきゃいけないのに、なんでバウって、バウっていいよね、やっぱバウって言いたくなるよね、うん、ワンよりボウボウ、なんかもう技出してる感じがするじゃん、ボウってボウって、なんかすごいエネルギーだみたいな出してる気がしません、ワンだとワンワンボウボウの方が絶対強いじゃん、あと俺がねバウっていうの、加藤純一さんの放送で、加藤純、加藤純の放送でちょっと意識するのやめてください、キモいのでつまらないので、うん、加藤純一さんの放送な、なんか野球ネタは俺野球知らないからな、楽しみたいけどもったいないよね俺ので、野球に巡り合うまで巡り合ってるくせにお前が行動すりゃいいんだよね、でもね本当に、いやめんどくさい、興味ないからな、野球スポーツ興味ないからな、興味あるスポーツってなんだろうな、ないな、スポーツ別にないです、興味あるスポーツは、 e スポーツも別に、なんかな、コントローラーも壊れちゃったしな、修理しないと、プロコン欲しいな、なんか本当に俺もよく分かりません、うん、諦めるな、理解しろ、理解しようとしろ、自分本人だけは、ああ痛え、ハッピーカイボーや、すごっ、全然モノマネできない、今一応ドクタークレハのモノマネしたんだけど、雑談楽しいね、やっぱ雑談はのっそりやっていくのがいいや、やっぱその爪爪でやった方が後で見た方が楽しいんだけど、いやぼーっとする時間も大事ですよ、うん、なんか完璧なものを求めすぎてやっぱ楽しいことが大事だから伸びないやつの言い訳、そんななんで急に厳しくなんだよ、伸びないやつの言い訳って、いや楽しむのも大事ですけどね、まあその形としてこだわるのも大事だと思いますよ、形っていうかね、 YouTube の動画として中身内容こだわるのも当然大事ですけど、俺は別になんかねやる気ないんでやる気ないんでって、やる気あれよ、ないんでって言うな、やる気あれ、口だけでもあれあれってあんま言いたくないね、多分これ人のもんだよね、なので言いません、もう今後、いや全然言います、めちゃくちゃ言います、てかそれしか言いませんっていうのはね、なんかね単純な逆っていうね、ダメですよそういうの、一辺倒なんで何だよ、何でそれ、本当によくわかんない、よくわかんないってね、お笑いコーチじゃないけど、面白ユーモア解説担当員みたいなさ、ユーモア解説する人みたいになって、一辺倒じゃね飽きられますからねって、違う、その言い方じゃなくてね、みんな言い方に目がいっちゃったね、ごめんね、俺のいつもの言い方っていうのはないんですよ、グラグラしてるんですよ、あのまあ真面目に喋るのが一番楽しいと、
でもな、ほんと話す話題ないな。ビブルカードを閉じんのめんどくさくてやってないでしょ。じゃあネタになりそうなもの考えていくか。いや、そろそろマック食いたいな。うん、マック食いたいな。そろそろね、マック食いたいね。何しよっかな俺。漫画か。漫画別にもういいんだよな。なんか買わなくても。シャングリラー、幸せだって叫んでいますか。私は叫んでます。次何買おっかな。漫画それ待ち買ったんだよ。それ待ち買ったけど、ちょっとお金で出てから、そのあれ、あとそうだ、思い出した、俺は別に忘れて、それ待ちね、多分面白いと思うけど、そんななんかハマらなかった。なんかね、言い方悪いんですけど、俺ワンピース大好きなんですよ。でもその比べるってわけじゃなくて、細かいって言い方、それ待ちはすごい、なんか普通に読んだら全然なんかねダメなんです。普通に読んじゃダメな漫画なんだあれは。ちょっとこれから詳しく、でファンにならないと面白くならないものなんです。ワンピースだってそうじゃん。別にワンピースの細かさってファンになってやっと気づくもんじゃん。ああいうのって読者ね、熱烈な読者になってようやく気づくもので、それ待ちもそうなんです。まあ、大体やり方はノートに書くだけ。あの時系列順にちょっとそれ待ちもう一回読み直したいなってなって、ね、そういう漫画なんだっていうのはあって、めっちゃ面白いそれ待ちはね。ああ、だから暇つぶしって言い方は悪いけど、まあ多分飽きない。俺がソレマチをすごく好きだったら。別に俺そんなソレマチ好きじゃないんで。面白いよね。でもすごいなって、でも初めて見る漫画かもしれない、そういう漫画は。俺全然ね、連載中の漫画しか読んでないから、あ、そういう漫画ありかみたいな感じになって、むずいよね。細かいよね。よくやるわって思うよね。これから見ていこうかなと思いますけど。お母さん帰ってきたかな。飯食いてー。あー、お母さんも仕事で疲れてんのにね、飯作らせようとするの。下道じゃん俺。へくせー。いや、身出てるでしょこれ、湿ってるもん。いや、この発言でバンになったら嫌だな。学生、あー、へがくさ。どこから出てんだよ。大衆じゃんもうそれは。なんかヘはトリビアで言ってたのな、ケツを叩けいいね、ケツの匂い引き離す。はあ、なんかね、気だるいですね。あ、梅雨だからか、今気づいた。まあ、梅雨のせいにしちゃいけないですよ別にね。いつそういうのは自分の、まあ梅雨だからか。はあ、高木さん買わなきゃな。なんか高木さんの初期の絵ってすごい鋭いんでしょ。なんでって思っちゃうね。最初から可愛くしてほしいけどさ。な、俺もアニメ見よう。立ってできるようになったらさ、僕はアニメいっぱい見まーす。でもね、膝がちょっと限界きてるから。シャングリラ幸せだって叫んでくれよ。なんでシャングリラ歌うの。唐突だしね、やる気ないし、めんどくさいな。寝てると腰痛くなるしな。何しよっか。これずっとやってた方がいいのかな俺は。こいつをさ、喋りながら。いやでも靴ね、靴がさ、硬い靴しかないのよ。硬くて重いカスのスニーカーなんかね、これしか売ってないの、どこ探しても。うん、カスのスニーカーしかなくてね、よくスニーカー買うわと思ってね。ツイッターの人たちって規模がふわっ、でかい、大きいよ、すごいでかいよね。まあ、ネタついたらもうなんかな、全部ムカつくしな。すごいこと言い始めたな。なんかね、全員ね、幸せとかじゃなくてなんかムカつくポイントやっぱありますね、ネタついたらに。うん。すごいな、俺はここまで来たよ。俺はここまで来たぜ。悪い言い方だよ。ひねくれがここまで来たんだよ。それはね、褒められるべきじゃないし、
あれね、威張るものでもないよね。うん、威張っていいものランキング ね、言うな、作る気ないんだから。お、羽島恭志郎の威張っていいものランキング消えちゃうのかってさ、その期待してる人は絶対いるわけじゃん。じゃあ考えるか。ここまで来たなら特別サービスです。はい、あ、定価ね、ランキングの個数かける10万円のところ、今ならね、いや誰がやるよボケそんな乗りツッコミするもんじゃないじゃん別に誰がやるかボケってやればいいじゃん。だから感情がちょっとおかしくなってしまう。え、ちょっと怖いよねこの人ね。威張っていいものランキングって誰がやるかボケって何もやりたくない人じゃん、それをやらなかったら。いや別にね、それをやらなかったら何もやりたくない。威張っていいものランキング考えるのめんどくさいから。そんなにそのめんどくさい、その人間の使う何かしらパワー消費量的にはね、少ないものじゃないし、結構多いしね、考えるってことが伴うし。で別に威張っていいものなんて、威張っていいことなんかないのに、もう答えはあるのよそこにね。なのになんでその知っている答えなのに間違った答えっていうかね、やらなきゃいけないのかってなってきたらね、それは確かに誰がやるかボケっていうのにちょっとね、わかるかもしれない。一理ありだよね、一理あり。いや、あのダジャレで言ってるわけじゃないよ。なんか一理ありっていうのをドヤ顔で言いたいなって思って、一理ありって言いたいなって思って言ったんだよ。ダジャレってムカつくよね、あのダジャレのせいでさ。なんか俺はさ、適当になんか決めて言いたい時があるんですよ。なんか決めて言いたいなって時があって、そういう時になんかダジャレが腐るようになると、ダジャレをドヤ顔で言って人みたいになるじゃん。ダジャレって文化を、寒いって言うなよって思うけど、寒いんだけどさね、ダジャレはやっぱりね、つまんないじゃん。どうあがいてもダジャレって面白くなるよ、そんなくない。ダジャレじゃないけどね、ダジャレじゃないけど、だからなんかああいう独特なノリはなんかいろいろあるじゃん、そういう独特な、それに伴うノリ、ああいうの全部嫌い俺でかいな。あのダジャレだけじゃないよ、噛んだらなんかあの頬ペシンやるだり、噛むことに対して自分で何か言わなければいけなかったり、言われなければいけなかったりとか、そういう悪しき風習いっぱいあるじゃん、おしゃべりの中には。おしゃべりの中にはっていうか、おしゃべりから派生して、ああそういうのダメだよね。うん、ダメだよね。うん、なんか楽しいことないかな。ワンピース救済だってみんな。まあ一旦終わりまーす。